それとは別に狙ってる魚がその夕方とか朝一とかその薄暗くなってる日が薄暗い状態、時間帯的に、まあ、そういうバスっていうのは、シャローに、ね、浅いところに餌を食いに行くタイミングがあって、でそれはその比喩に依存しているフィーディングの魚じゃなくて、例えばワカサギにしてもヒューオにしても、まあ、他のベイトフィッシュにしてもその動物性プランクトンを食べたい、はい、で動物性プランクトンは今度植物性プランクトンを食べたい、うん、で植物性プランクトンっていうのはやっぱ火が当たらないとこう育たないっていうのがあって、日照が絡む特にいいのはやっぱ夕方、はい、こう晴れた日でも夕方になってくると浅い方へ生物たちがこうどんどん寄ってきて、で最近メインにしてるのはもう2メーターとか3メーター、はい、もう本当に4メーターじゃ深いぐらいのラインで、使ってるのがこの PD チョッパーにアンモナイトシャッドっていう組み合わせ、はい、でこの組み合わせはそのリアルな見た目っていうよりもどちらかというとアクション重視で、魚がその薄暗い状況の中で夕方とかね、薄暗い状況の中でアクションで反応してくるっていうのがその PD チョッパーアンモナイトの出番、まあ、最近はだからこういうね、昼間の時間帯はトライク、はい、で朝夕は PD チョッパーアンモナイトっていうような使い分けでやってる。やっぱり朝夕の光が少ない時っていうのは、うんうん、そういったジグヘッドよりもラバージグとしてのラバーの水押しなんかでとかそのねこの強い感じ、はい、で水押しもそうやし見た目も結構ボリュームが出るし、まあ、そういうね、要素で食わせていく、